おはようございます。速稼塾の久保でございます。皆さんはこんな例えをね、知ってますか？背後に迫る津波に背を向けて雨漏りを修理しているっていう例なんですよ。これはね、私たちの生活にものすごくね、いい例えだと思うんですよね。まあ、こういうことなんですよ。ものすごくね、大切なこととか危ないことが決まりかけているこのね、世の中で、もう目先のことが忙しくて、そういうことにね、目を向けてらんないよと、意識を向けてらんないよってことなんですよ。そうなんですよ。私たちね、毎日忙しすぎて、もう大事なこととか考える時間がないんですよ。自分の人生のこと、世の中のこと、将来のこと、何一つ考えられないまま日々を生きてるんですよね。今回私がね、ちょっと提案したいのが、消費税 10% に上がったじゃないですか。これもすでにね、2030年までに 15% が上がること、15% に上がることが決まっちゃってるんですよね。これ決まっているんですけども、ただ、決定ですっていうふうに放送されてないだけなんですよ。でもこのね、10% から 15% でこの10年で上がることは、この今の政権が続く限り、もう確実なんですよ。恐ろしくないですか？ 10% に上がった直後に、まあ、安倍総理こういうこと言ったんですよ。今後10年は消費税を上げる必要はないだろうって言いましたよね。ってことは10年後に上がるってことなんですよね。そうなんですよ。こういうことがね、日々危なく決まっているのに、私たちは、もう今日のことが忙しくって考える暇もないと。考えることがあっても、じゃあどうすりゃいいのってことになっちゃうんですよ。どうすりゃいいと思いますか？で、まずは私たちが自分自身が暇にならないといけないんですよね。例えば消費税が 15% になった上に、社会保障、保険料がね 30% なんですよ。これひどい話だと思いますよね。私も会社を経営してるんですけども、従業員さんの自腹で払う、保険料の他にですね、私たち事業者っていうのは、従業員さん一人当たりの保険料と同じ額を負担してるんですよ。でも相当な額払ってるんですよね。社会保障費っていうのが。それかね、社会保障と税の一体化っていう言葉も叫ばれてましたけども、これもひどい話なんですよ。で、本来、社会保障、保険っていうのは、自分が選んで入ったものを毎月かけて、入った人だけがその返礼を受ける、保障を受けるって形ですよね。でも今回言ってるんですね。この保険料が足りないから、年金が足りないから、税金からも持っていきましょうねって話なんですよ。まあ、これひどいね、ネズミ講だと思うんですよね。でもネズミ講ですら、選んだ人しか入らないのに、この国が決めたネズミ講っていうのは強制加入なわけなんですよ。いや、こういうことがね、毎日毎日決まってるのかなと思ったら、本当に恐ろしいなと思いますし、今まで私は自分が忙しくって、こういうことをね、考える暇がなかったと。政治なんて暇な人がやってるだけだろ。と思ってなかなか変われなかったんですけども、今暇になってみたらですね、あ、なるほど、毎日公開の場でこういうことが決まってんのかって思うわけなんですよね。それを今日はですね、消費税 15%、20% っていうものと、あとはね、津波に背を向けて雨漏りの修理をしているっていう例にちょっと例えてみたんですけどもね、皆さんどう感じでしょうか？本当にね、自分の身がどうなるか分かんないことの上に、自分の子供たちの将来がね、もっとひどくなっていくってことを考えると、私たちはね、一体何をやってきたんだろうかと。忙しい忙しいって言って、忙しさに見合うような世の中が作れてきたのかなと思ったら、完全にこれ搾取されてるんですよ。もうね、物を考える暇がないぐらい忙しくされて、これから消費税 15% になったり 20% になったりすると、もっと考えることができなくって、日々のことで精一杯になっちゃうんですよ。そうなると、暇な人が世の中を動かして、そして忙しい人がただ奴隷のようにこき使われて、自分の意思が全く尊重されない、反映されないという世の中が出来上がりということでございます。皆さんもご用心ください。